どこからのオファーがあったか教えていただけませんか。いやー、なかなか難しいですね、それは。なんでかっていうと、エージェント、僕のエージェントが僕に伝えてないところもある可能性があるからです。それぐらいいろんな、なんか興味本位のなんか話とかを、要するにみんな理解した方がいいのは、ちゃんとオファーが届くまでにもプロセスがあったりとか、いきなりオファーが届く場合もあれば、さらに言えばエージェントとクラブの間にその国のエージェントがいたりとか、エージェントの世界って本当に複雑な形で、みんないろいろやってます。なのでそこで情報戦が繰り広げられてるわけなんですけど、選手の僕にまで来る情報っていうのは、もちろんエージェントたちもプロの人たちなんで、もう事前にフィルターかけます。どこまでの情報をやるのか、そして逆に言い換えればオファーにつながりそうかどうかわからない、オファーを持っていっても本田圭佑が受けないかもしれない案件は、そもそもオファーのとこまで行かずに終わらせるんで、結局どこまでオファーっていうかですよね、欲しいって言ってるっていう、口頭で言ったらもうオファーなのかどうかとか、興味があるでオファーなのか、結構話が結構変わってくるかなと思います。 Please follow it! Follow it!